はい、皆さんこんにちは、今日はですねこちらのデッキを紹介したいと思います。ソニーの 222ESA です。はい、年でいうと1991年とか92年ですね。はい、まあ222はね皆さんご存知かと思うので、もうそこまでね詳しく説明するまでもないかもしれませんけども、はい、もう見慣れた外観ですよね。はい、まあ、で一応ね説明しておくと、222は、1989年の ESG っていう世代から、1993年とか94年あたりの ESJ、 まあこれの次ですね、次のモデルの ESJ まで、222というね型番がつくんですけど、まあその後に KA3ES がね出るんですけども、まあ、あの各世代にそれぞれねちょっと特徴があるので、またちょっとこれがまた面白いんですけども、はい、ということでね今回はこのESA 世代の222ですね。これだけしか持っていない特徴をね、ちょっとピックアップしていこうかなと思います。はい。で、あとですね、なぜこのタイミングでこの222の紹介動画を作ってるかというと、まあ、あの、日付をちょっとね、見ていただければ、おそらく察していただけるかと思います。はい。まあ、ちょっと動画の途中でね、ちょっとした映像をね、差し込みますので、はい。ぜひお楽しみに。さあまずはデッキの前面から見ていきましょう。前面の外観なんですけども、ここから右は、一世代前の ESL ですね。 ESL ともう全く同じかな。あの操作ボタンだったり、このボリュームだったり、あと操作スイッチ類かな。はい、配置は全く一緒ですね。はい、で、違うのはここだけですね。まあ、ただメカの配置は ESL と同じ、左側です。で、222といったら、おそらく左配置のメカのイメージがあるんじゃないかなと思います。まあ、ただ、この左配置のメカはこの 222ESA で、最後になると。はい、次の ESJ からは、真ん中に行きます。まあ、どうでしょうかね。左配置のメカということで、222がいいという方、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんけども、前コメントでいただいてたな。なんか 333ESG の動画で。はい。で、まあ、333だとね、ESX の世代からずっと真ん中なので、まあ、左配置のメカはなんだろう、こう、ちょっとしたね、222の特権だったりするんじゃないでしょうかね。まあ、あと強いて言えばね、リバースデッキの RX シリーズかな。はい。はい、そして、ここですね、ここ。ESL と違うのは、このリッドです。ESL は全面プラスチックのリッドだったんですけど、ESA はね、ちょっとね、豪華っていうか、まあ、ちょっと高級感の増した、リッドになってます。はい。これね、金属製です。ちょっと開けてみますね。これ、リッド外すとね、もう、ちょっとネタバレしちゃうんですけども、はい。よいしょ。はい。こうね、しっかりね、金属でできてます。はい。なんでね、ちょっとね、やっぱり、質感がありますね。はい。高級感あります。やっぱり金属なんでね、今ね、寒い時期なんで、やっぱここはね、ひんやりしてます。はい。で、もうネタバレしてしまいましたが、ESA だけの、装備ですね。これです。はい。白いカセットホルダー。セラミック製です。セラミックです、これ。はい。ね、上位機種のね、333ESA と 555ESA も、まあ、これなんですけども、これは ESA だけですね。はい。なんか、すごいですよね、これね。なんですけど、ESJ になると、また普通のホルダーに戻るんですよね。はい。なぜ戻ったのか、ちょっと、よくわかんないんですけども、これね、セラミック製のカセットホルダーは、ESA だけの、装備になってます。はい。まあ、ESJ はね、ドルビー S がつくっていうところではね、ちょっとね、アドバンテージになると思うんですけど、やっぱ、このセラミックのカセットホルダーが好きっていう方、いらっしゃいますかね。やっぱりこの白いカセットホルダーはね、強烈なチャームポイントになりますね。はい。で、ちなみにあと、まあ、この金属製のリッドで、左配置のメカっていう組み合わせも ESA だけですね。J だと真ん中に行っちゃうんで。
はい、はい、続いて、まあ、あとここにね、プレスラインがねビーッと入ってるんですけども、これも ESL と同じですかね。 ESJ も入ってましたね。まあ、K は全然違うんですけど、はい、でヘッドホン端子が左側にあって、であとじゃあ次右行きますか。でここにもね222だけのね、まあ、大きなポイントがあるんですけども、これじゃないですかね、これ、このでっかいディスプレイ、これやっぱりね僕もねやっぱ非常にねメーター見やすいと思います。はい、やっぱこのメーターのこのね長さがあるんで、やっぱこう動く振れ幅が大きいんでね、なんかね、なんだろう、こうちょっと躍動感があるというか、はい、まあそんな感じですね。まあ、わかるかな、なんかそう言いたいことが。はい、であとはまあここドルビーマークがついてる、ドルビーマークついてるのはマイナス2デシベルのところですね。はい、で操作ボタンは、まあ、ここがカウンターで、ここがテープの操作ボタンで、 AMS のボタンで、モニタースイッチ、まあとね、やっぱ333よりもねボタンが大きいんでね、操作性もね、いいんじゃないかなって思います。そして、右側は、いろいろついてますけども、ドルビーのスイッチ、はい、ドルビーは B と C ですね。で、このデッキはキャリブレーションついてます。こうですね。はい、キャリブレーションついてます。で、キャリブレーションかつ、録音イコライザーもついてるということで、機能はなかなか、まあ、キャリブレーションだったり、まあ、録音関係ですね。そういった機能はもう予想を寄せつけないくらい、非常に充実してます。はい、やっぱりこの録音イコライザーはねいいですよね。もう222についてますからね。はい、あとそして、まああと後で紹介しますけども、これ CD ダイレクトと普通のラインインを切り替えるスイッチで、あと1個忘れてましたけど、 HX Pro もねもちろん切り替えできます。これ確かね、安いデッキだとね、強制的にオンになってしまうっていう、のが多いと思うんですけどね。まあ、222はね、ちゃんと切り替えできるようになってます。まあ、ESG からね、切り替えできるようになってますんで、まあ、そんなに、珍しい機能ではないかなと思います。まあ、ちなみに TIAC はね、問答無用でオンになってしまいます。そして、じゃあ上に行きましょう。ここ、ディスプレイモードの、切り替え。これ今カウンターのみ表示で、全消灯、点灯と、はい、まあこれもESG からありますね。 TIAC も本体にボタンはついてないんですけど、リモコンでねディスプレイの消灯操作をね、行いますね。ただね、こう本体にボタンがついてるのはねいいですね。あとはあれか、9100、 A&D の9100、7100にもありましたね。はい、で、そしてこれ、大きなレックレベルのボリュームですね。まあ、ちょっとあれかな、ESG は結構でかいんですよね。で、L からもうちょっと、なんだ、こう、なんて言っていいかな、もう少しスマートな、感じになってると思います。はい。僕はね、どっちかというと、こう、ちょっとつまみが大きい方が好きかな。はい。333555だとね、小さいつまみで、こう何、どっちだったっけ、外側が左側の調整、奥側が、右側の調整っていう、まあ、2連ボリュームですか、まあ、あれになってるんですけど、僕はこっちの方が好きかな。はい、どうですかね。まあ、ティアックのデッキがね、V8000S とかね、V7000 とかが、こういうタイプなんですけどね、僕はね、そっちに慣れちゃってるんで、こっちの方が好きかなって思いますね。はい、ではデッキの後ろ側をちょっと見ていきたいと思います。電源を切ってちょっと回転させます。はい、こちらが 222ESA の後ろ側です。はい、CD ダイレクトの端子がね、ここについてるんで、はい、入力が2系統と出力が1系統ですね。まあ、これもご存知かと思うんですけど、次の ESJ では、この CD ダイレクトの端子がなくなります。はい。なんで、ダイレクトを搭載しているのは、G と L と A ですね。はい。
そして、これなんでしょうかね、これ。僕ちょっとこれ、よくわかんないんですけども、電源コードをなんか止めとく、なんかクリップみたいなやつかな。もしご存知の方いましたら、ぜひ、教えていただけると嬉しいです。はい。これなんだろうね。そして、まあ、例によって、この、電源コードの西暦ですね。これね、1992って書いてあります。はい。はい、じゃあ、前に戻しますね。よっこいしょ。さあ、それではヘッドの部分見ていきましょう。じゃあオープンしますね。はい、3ヘッドでクローズドループデュアルキャップスタンで、キャップスタンはですね、クォーツ付きのダイレクトドライブということで、はい。でですね、ここにまた、ESA の特徴があります。はい。それはですね、ヘッドにあります。じゃあちょっと、アップしましょう。はい。録音と再生は、まあ、コンビネーションヘッドなんですけども、ESA から付き始めたもの。それが、謎の青い点粒です。はい。パッドプレッシャーリダクションでしたっけ？はい。それのための青い点粒、まあ、突起ですね、が、ESA から付き始めましたね。まあ、以降の、デッキもですね、こういう風に、点粒がね、つくんですけども、まあ、始まりが ESA ということで、また一つのね、ポイントになってると思います。さあ今からですね、この 222ESA で、テプに録音してみたいと思います。じゃあクリーニングタイム。さあやっていきましょう。まずは普通に録音ということで、このテープに録音してみたいと思います。はい、フォックス。で、このデッキはですね、キャリブレーションがついてますんで、キャリブレーションからやってみたいと思います。はい、じゃあキャリブレーションボタンを押してキャリブレーションモードにします。そしたら、録音スタートさせるとメーターが触れてきますんで、どんな特性を示すかですね、やっていきたいと思います。はい、ではいきますよ。 GO。 はい、こういう特性ですね。じゃあバイアスを浅くしていきましょう。こんなもんかな。はい、ローにしちゃうとちょっとバイアスが少なすぎちゃうかなっていうところですね。なんでノーマルがちょうどいいですかね。多分ハイにすると、録音感度が下がっちゃうんで、やっぱノーマルがちょうどいいですかね。ノーマルで。じゃあ録音しながら、同時モニターで聞きながらちょっと録音レベル調整していきたいと思います。まあプラス2ぐらいですかね、狙っていきたいと思います。じゃあスタートします。これぐらいかな。これぐらいかな。
ですね、ちょっとねもう一本試したいテープがありまして、はい、デッキの裏から出てきましたこれ、アクシアの AU4X、まあ、アクシアの最上級メタルテープ、はい、これオーナーさんがね、ぜひ使ってくださいということでちょっと同梱していただいたんで、せっかくなんでちょっと使ってみようと思います、はい、僕もこれは初めてかな。 AU2X は使ったことあるんですよ、うん、あれはねハイポジ、最上級のハイポジですけど低音ボンボン系ですね。低音がすごい強いですね、あれは。じゃあちょっとやってみましょうか。 AU4X どんな音なんですかね。まずはじゃあキャリプレーションですね。はい、じゃあいきます、 GO。 うん、そうですね、じゃあもうちょっとだけバイアスを増やします。こんなもんか。はい、でちょっとレベルを上げます。うん、こんなもんですね。でちなみにハイにすると、イコライザーハイにすると、うん、だいぶバイアスは増えますね。メタルなんでね、できればイコライザーは高めの方が、うん、バイアスのエネルギーはしっかり確保した方がいいんで、はい、どうしようかな。ちょっと録音しながらどっちにしようか決めたいと思います。じゃあまずはノーマルにしましょうか。はい、もうちょっと録音レベル上げます。じゃあちょっとイコライザーをハイに変えます。はい、まあイコライザーはノーマルハイどっちでもいけそうなんですけど、まあ僕はハイの方がいいですね。まあメタルテープなんでしっかりバイアスのエネルギーを確保してした方がパワフルな音になるんで、まあやっぱねアクシアのテープって言ったらちょっとパワフルな音っていうイメージがあるんで、やっぱそれに似合った音を出すにはね、ちょっとバイアスをしっかり与えてあげた方がいいかなと思いますね。もうやっぱ低音がすごいです、低音はすごいです。でもしっかり高音域の解像度もね確保できてますね。 AU2 だとねもうちょっとね高音がぼやけるんですよ。だったら K2 の方がいいっていうね。はい、なんでね意外とこれいいな。さあ今からですね、キャビネットを開けてこの 222ESA の内部を見ていきたいと思います。では、ネジね緩めていきましょう。はい、ネジは合計10本ですね。上からも6本のネジで、止めてね、キャビネットをしっかり固定してるっていうね、そういった形になってます。これで、はい、開きます。では開けていきましょう。オープンザキャビネット。
はい、キャビネットを開けるとこのようになってます。まあ内部も基本的には ESL と一緒です。はい、で特徴的なところはやっぱこれかな。まずははい、この3本のステー、まあこれはね KA3ES もね同じようにこうやって3本のステーがね、ついてるんですけども、はい、まあちょっとこれ見にくいんでちょっとこの真ん中のステー外します。その方が多分見やすくなると思うんでちょっとね外しますね。はい、外れました。まあ大体これ ESL と同じですよね。うん、なんかそっくりなんですよ。はい、でまあ基板は基本的にはこれ1枚、これ今見えてるこのでかいメインの基板、これ1枚ですね。まああのメーターとボタンの基板はねこっちについてるんですけども、まあこれは置いといて、もう本当にね電源から、ロジック系からアンプから、全部ねこの基板にねひとまとめになってます。はい、で ESG は2部屋に分かれてますね。左側が、電源とロジック系で、右がアンプとね、そういう風になってましたね。で ESJ と KA3ES が、まあ仕切られてはいないんですけど、電源ロジック と、アンプが別の基板になってるっていうね、はい、そんな形になってます。ひとまとめになってるのは L と A だけかな。はい、では各章をね詳しく見ていきましょう。メカがここですね。まあメカはねおなじみのやつですね。はい、サイレントメカ、TCM200D ですか。はい、これがついてます。でこっち行きましょうか。電源トランスが、左奥ですね、ここですね。はい、そして、右行きましょうか。ここが電源です。こう電源がね、すごいんですよ。L と A は。うん。これね、電解コンデンサー見ていただくとね、これ 35V の5600μ。あ、まあ、5600μってね、なんかちょっと中途半端ですけども。実はこれ、333とか555で使われてるコンデンサーと同じですね、これ。はい。ESG だとなんかねニチコンのミューズかな、うん、あれが2200μ と3300μが2つずつついてましたけども、はい、で ESJ になると3300μが2つと1000μが2つっていう電源なんですけどね。でもねこの ESA とあと ESL はですね、もうこの辺とかねなんか本当に333のねなんかこう設計をねなんかそのまんまコンパクトに、乗せちゃったって感じがしますね。これはすごいですね。結構贅沢じゃないですかねこれ。はい、じゃあちょっと手前側に行きます。手前側がここが、制御系、まあ、マイコンがここにいますけどね。はい、ここでデッキのね、コントロール、まあ、メカのコントロールですねやってます。 ESL も同じ場所ですね。はい、そしてじゃあ右行きましょう。右行きましょう。ここが録音です。録音関係、はい、まあ、録音回路は、これは、まあ、ESG はちょっと違ったかな。まあ、パッと見はね、これ KA3ES まで同じような回路がね、使われてます。うん。全くこのコイルとか、コンデンサーとか、オペアンプとか、まあ、いろいろ、もろもろ、電子部品の配置はね、一緒か、まあ、似てますね。はい。で、ドルビーの IC が、ここにいると、はい、20188ってやつですね。おなじみのドルビー IC です。で、ちょっと見にくいんですけど、ここに MPX フィルターですね。そしてちょっとこっち覗いてみましょう。はい、これがメーター基板の後ろですね。はい、でですね、まあソニーの ES デッキはですね、まあボタンがね、よく間違って反応するようになるっていうね、症状がありますけども、222の場合はね、ちょっと大変なんですよね。一旦フロントパネルを外して、ってやらないと、この基板にね、アクセスできないというかね、外してさらに基板を外さなきゃいけないんでね、結構めんどくさいです。はい。
サンサンさんだとねそこまで難しくないんですけどね。はい、で、まあ、ここはボリュームの基板があります。はい、そして、まあ、基板が1枚なんでねもうすぐ終わってしまいますけども、はい、再生じゃなくてここがキャリブレーション関係ですね、なんか調整がついてます。こう OSC オシレーターのローとハイとなんかね調整がねついてます。ここでテスト信号をね作り出してると。はい、そしてここが再生用のドルビー IC ですね。はい、そして、最後です。注目したいのはね、ここなんですよ、ここ。この再生のアンプですね。再生ヘッドのアンプですね。ここがね、ちょっと特徴ありまして、まあ、222はね、各世代とも見てきましたけどもね、これがね、そう、ここにオピアンプあるじゃないですか。ここにオピアンプありますよね。で、ほら、ここに、さらにこの手前に、これですね、トランジスタっていうか、これ FET なんですよ、ここに FET があるんですね。で、これを先に通してからオペアンプで増幅してるそうで、はい、まあなんかハイセンス見るとね、そのようになってますね。なんでなんかね、なんだっけ、333とか555の回路をやっぱりね、ちょっとコンパクトにして、こう。ね、222に実装してるっていうね。いや、なんともね、これはね、ちょっとね、ああ、なるほどって思いましたね。まあ、3ヘッドの、まあ、どっちかというと、入門機、エントリークラスになると思うんですけども、それに関わらず、まあ、ちょっとね、贅沢な、アンプがね、乗ってるということで、はい。ちなみに、K3S はですね、こういった FET ついてません。オペアンプでただ増幅してるだけっていうね。でしかもね、これオペアンプはね、これ、うん、これ333で使われてるやつと一緒ですね。5532ってやつ。うん。で、K3S とか、まあ他のやつですね。L はまあ一緒だと思うんですけど、あと他の世代ですね。A と L の世代以外は、5220っていう、まあ三菱製のね、オペアンプが載ってるんですけど、はい。ちょっと違うんですね、 A と L だけ。なんかね、ちょっと贅沢な再生アンプになってます。はい、はい、今回は、日付にちなんで、ソニーの 222ESA を紹介しました。はい、まあ、ESA 世代の大きな特徴、まあ、振り返ると、やっぱここですね、白いカセットホルダー、セラミックのカセットホルダーですね。これは ESA しかありません。はい、まあ、中身はね、8割9割 ESL と同じなんですけども、やっぱりここのリッドがやっぱ立派になってるので、デザインに関してはね、 ESL よりも、さらになんだろう、こう統一感、特に前面のこの統一感っていうのがね、良くなってるんじゃないかなって思います。はい、では最後にちょっと小話です。はい、今回のデッキなんですけども、実はオーナーさん僕よりも若いんです。はい、まあ、僕よりも若くて、当然カセットテープ世代じゃないですからね。で、そういった方も、まあ、僕の動画を見てくださって、でフルサイズのデッキまでね、持ってらして、はい、いや本当にね、こういう若いカセットテープ世代ではない方もね、こうカセットテープに興味を持ってる人がいるんだっていうことをね、ちょっとね、この場でちょっとお伝えしたくて今お話ししてるんですけども、はい、あとですね、僕の動画きっかけでまた10年ぶり20年ぶりといった、まあ、長いブランクを経て、久々にテープをいじり始めたっていうね、まあ、そういった方もねいらっしゃるそうで、本当に多くの方にカセットテープの、面白さ、奥深さ、変態さ、まあ、その他もろもろ、はい、をですね、伝えられているなって、感じますね。本当に皆さんありがとうございます。では、前回のね、ティアックの動画に引き続きになりましたけどもね、またですね、動画作っていきたいと思いますので、また見ていただけると嬉しいです。はい、見てくださってありがとうございました。ではまた。